まみおと申します。よろしくお願いします。弦が切れました。命に明日などないから、今を生きよう。な不安に支配されないで、人を傷つけて、誰か一人を悪者にして、争いが始まる。 Hey, yeah. 真実なんて教えてはくれないから、 Hey, hey. 顔の中は窮屈だから、扉開いてさ、その口癖を外してさ、自由にさ、うまくいく。完璧でいてね、完璧でね、そうしないと、あの人が怒鳴り出す。顔色見て空気読んで、そして押し殺して、それができなければいらない子、私はいらない子。でいいからねえ、手をつないでよねえ、私を見てよ、もっともっと頑張るから、もっともっと、だからせかさないで、怒らないで、悲しい顔しないで、呆れた目を、いい子でいてね、いい子でね、そうすれば全てうまくいく。完璧でいるよ、完璧でね、そうすれば許される。お色見た空気読んで、そして押し殺して、それができなければいらない子、私はいらない子。 Yeah, oh.
泣き虫だし甘えん坊だし、そんな私でもあなたは愛してくれますか。ありのままの私をあなたは愛してくれますか。私はいらない子ですか、いらない子ですか。改めまして、まみおと申します。弦が切れちゃったんですけど、こんなハプニング初めてなのでどうしようって感じ。大丈夫かな、歌えるかな。茨城県から来ました。今日は周年記念ということで、記念、初めてなのに記念 の、 あのライブに出させていただいて嬉しいです。ありがとうございます。 初埼玉、イエイ、頑張ります。トップバッター、ちょっとハプニングありありなんですが、大丈夫ですか。あ、いえいえ、そんな時間はダメです。あの初心者なので時間がすごくかかります。ちょっとお聞き苦しいところがあるかもしれないですけど、ちょっとこういう対応にまだ慣れてないので、ちょっと頑張っていきたいと思います。でも大事なギターを、すいません、あ、すいません、ありがとうございます。抜きます。多分大して弦がなくても大丈夫です。すいません。チューニングを話しながらできません。あ、してます、大丈夫ですか。あ、できてますか。ああ、大丈夫ですかね。 ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、あ、これ、あの位置が分かんなくなるんでシール貼ってたんですけど。はい、思います。私はあなたと同じ人間。
私という存在が消え去って、ひそひそ話す声だけ響き、目の前がぐるぐる回り出す。居場所なんてないさ、どこにも行けないさ、泣かないように。見上げた空も続いてはいなかった。捨てられた私の、怪我された私の心から、痛みがわかるかな。言葉の先にナイフがついていたら、間違いなくあなたは人殺しです。私はあなたみたいにはならないということで、私はあなたと同じ人間なんです。ありがとうございます。オレンジジュースという曲を歌います。オレンジジュースは涙の味がする、味がする。あの日の彼女の背中は今も忘れない。必死に漕いだペダルを
抱きしめるのに、幼い私はそのぬくもりにただしがみつくだけ。彼女が生きることを諦めなかったから、私は涙の味がした、味がした、あの日の彼女の背中は今も忘れない。必死に漕いだペダルを てっぺんまで逃げて、逃げて、逃げて、そこから見えたの ございます。オレンジジュースという曲でした。なんとか、はい、最後の曲ですすごい緊張してですね、私昨日ほぼほぼ寝てないです本当に聞いてくださってありがとうございます。本当にありがとうございます。ごめんなさい、ギターを貸していただいてありがとうございます。また川越来れるように頑張って頑張って楽しんで音楽やっていきたいと思います。最後の曲です。空に笑うという曲で終わりにしたいと思います。まみおでした。ありがとうございます。聞こえて
べなくてばかりいて君を思う。そしてさ僕は今日もへどくそな歌を弾くんだ。君の宝石は開けてあるよ。見てるかい、聞こえているかい、君は笑うだろう、君は笑う。そしてさ僕は今日も歌を歌うんだ。君の宝石は開けてあるよ。言葉を詰めれば詰めるほど違うよ。結局何も言えなくなって空ばかり見て笑う、空ばかり見て笑う、空ばかり見て笑タマミオでした。ありがとうございます。こんばんは、はるみです。太陽が顔を出してオレンジ色、鳥たちがさえず打って気づく黒い、この身を揺らして空を開けてゆく、パンかじってラジオ体操、さあ行くぞ。私の正しさは大間違い、あなたの正しさは私の運命、命を飲み込むほど残酷で、命を包み込むような光が差す、画面の中むさぼってやり場のない憎しみで人と締める、涙すことなく静かな水面の下には泳ぐ魚たち、わかめも踊る、の正しさは攻撃する、あなたの軽蔑は私の声、心を壊すほど無邪気、
ような光が差す。私の正しさは大間違い、私の正しさは攻撃する、命を飲み込むほど残酷で、心壊すほど無して輝く。ありがとうございます。いつか私は死んで灰になってるよ。もちろんのもう死んで感じなくなるよ。転がる石のように記憶すら消える。ともない所在、無念自殺も寿命さ。いつか終わりのそれまでが人生。誰の手でも死ねない不平等人生。私がここにいる不幸もそう。歴史の跡目、大地を恥じて殺人病死、事故も自殺も寿命さ。いつか終わりのそれまでが人生。あたしの人生聞いてたんですけど、川越祭りということですごく駅が混んでて、そして神輿がたくさんやっててですね、あ、100周年なのかと思って、そしてロトム8周年ということで、初めましてなんですけど、よろしくお願いします。眠りたちの息は
涼しげな道へ。精霊の間をくぐり抜け、愛情に落ちてゆく。叫ぶ空の声を楽しんでいる。涙はよく家族といる時に起こった。自分が馬鹿だなと思うと泣けた。ということをさっき聞いて、なんか最近そういうシーンが増えてきて戸惑いますが、あの自分が選んだ道なんで歌いたいと思います。あと2曲乱れた形を成していく。
ながれつながれ誰かとつながれこのまま地平線と目を閉じた世界線で背中の裏声で今扉を開け他の荷物なんてものはない全部抱きしめてここまで来たよ最後の曲です。ありがとうございました。はるみでした。どこにも帰る場所はないのに
同じ目をして群れとなり悪者に口出し生きるか死ぬか光が差し込んだ ありがとうございました。いけるか。はい、どうもザ・ランブルブラザーズです。ロトム8周年おめでとうございます。あとポケット声かけてくれてありがとうございます。サクサク行ってみようと思います。行ってみようか。流れ物よそ者知らない街でふらりと行きたいな。メンフィスのモテルでワルツが流れてる。ニューオーリンズの酒場にはピアノマン。ああどこに腰を下ろしていても所在なく、今は旅の途中、次はどこへ行こう。流れ物よそ者を忘れないでくれ。流れ物よそ者を俺たちのこと、ガソリンスタンドの脇で眠ろうかと見上げた夜空には満天の星屑。最終列車の寂しい汽笛がホームに響いたら、どこか知らない街まで、あどこに腰を下ろしていても所在なく、今は旅の途中、月でも目指そうか。流れ物よそ者を忘れないでくれ。流れ物よそ者を俺たちのこと、流れ物よそ者を口ずさんで、次はジャマイカの歌でリデンプションソング。
robaj. Słuchaj, ty za maciam syp. Minutes after they took I through the bottom respite. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We fought in this generation. Triumph and three. Won't you help to sing these songs of freedom? Sorry.昔権力者たちは俺に風をつけて人やマイクラで未来を寝踏みした。だけど生まれ持った自由はお前らには渡さない。誇りを高く持ってこの時代を生きてゆく。歌ってくれないか、自由の歌を。俺が歌ってきたのは救いの歌、救いの歌、救いの歌なんだ。ソングボブマリの曲です。踊ってまた旅人の歌ですね。割と新しく作りました。行ってみようか。ワンダラI'm not afraid to die.
アンプの曲ですね、稲妻トレブ。稲妻真空の中、小さなブルースを詰め込んでいる。稲妻真空の中、エナジー破裂しそうなくらい。稲妻真空の中、小さなブルースを圧縮してる。稲妻真空の中、答えを見つけてしまった。稲妻真空の中、小さな宇宙の誕生日。稲妻真空の中、エナジー暴発しそう。取り戻したのか、たどり着いたのか、真空の中。病気の歌で終わります。アクイというの街。濁ったまま真っ青な空、街へ出てみればうつむいたまま顔を隠す灰色のメロディ。 Oh yeah, oh yeah, oh yeah。夕暮れの空、濁ったまま酒場へ降りれば、消毒済みテキーラの瓶にタバコが刺さってる。 Oh yeah, o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 h yeah。 墓場に風が吹いたなら、坊主が嫌な咳をする。悪意があなたのドアをロックする。真夜中の空、澄み渡りほら、階段を登ればカラスが歌い、黒猫が鳴く灰色ラプソディ。 Oh yeah, oh yeah, oh yeah,Oh yeah, oh yeah, oh yeah。 流行り病に毒されて隣の芝に火をつける。悪意が風に煽られ燃え上がる。墓場に風が吹いたなら、坊主が嫌な咳をする。悪意があなたのドアをノックする。悪意があなたのドアをノックする。悪意があなたのドアをノックする。 Oh yeah。 悪意があなたのドアをノックする。さっきどうも、ザ・
ナムルブラザーズでした。よろしくお願いします。藤井里吉です。今日今バーカンで働いてる友達の曲やります。月を吸ってという曲をお願いします。美しかった
ありがとうございます。いや25分もあるらしいんですよ今日普通に持たないかもしれないです。普通に思ったより長くて、でしかもみんななんかアーティスト名とかって俺だけカタカナ表記でただのフルネームで、なんか超恥ずかしいしなんか苦しいですねで今日普通に自分普段はバンド一応やってて、でもこの間初ライブやったばっかなんでまだペーペーなんですけど、普段バンドで活動してて、バンド名まだ決まってないですけどね、バンドで活動してるんでアコギめっちゃ苦手で、普通になんで声かかったのかなって感じなんですけど、今呼んでもらったからには川越祭りなんで、ま、盛り上げて頑張ろうかなって思ってます。次の曲やります。ムーンドロップのシンデレラって曲やります。溶けませんように見ちゃうし、ちょっとダメっすね。チューニングします。実は前回も一回このロトムで弾き語りやった日があったんですけど、その日はもう本当になんかマジ友達みたいなのがいっぱい集まってて、すげー楽しかったんっていうか、楽しかったというかまあ緊張したしめっちゃミスったけど、楽しくやれたんですけど、
今日は本当になんか年上の人が多いですよね今日とかで、結構なんか普段と違う舞台に立っててちょっとなんか小心者なんで自分ちょっとなんかすごい上手い人たち見られてるみたいな緊張感がすっごいあれですね今日は。でも今日どうしようあと3曲くらいやって帰るんですけど、まあ、有名なのやっとこうかなってことでマカロニ鉛筆のヤングアダルトやります。夢を見失った若者たちは希望を求めて文学を、はたまた汗まみれのスマートフォンを握りしめて詩を書き溜めるハロー絶望、こんなはずじゃなかったかい、でもねそんなもんなのかもしれない、僕らに足りないのはいつだってアルコールじゃなくって愛情なんだけどな、全てを捧げた大事な恋は時間をかけて砂になった、いつかはもしかしたらってそのインターホンにチップを振ることもなくなった、ハロー絶望、こんなはずじゃなかったかい、でもねそんなもんなんだよきっと、誰も知らない優しい言葉であの子の孤独を殺せてたらな、夜を越えるための歌が死なないように、手首からもう涙が流れないように、無駄な話をしよう、飽きるまでのもう僕らは美しい、明日の人で揺れるために愛を探してる、足でちゃんと立ってるかい、無理にでたらめにしなくてもいいんだぜ、僕らに足りないのはいつだって愛情じゃなくて愛情なんだけどな、夏目
やばい。すっごい。もう今日まで曲決まってなくて、どうしようどうしようと思って、そしたら当日になってて、すっごいすっごい、ね、めっちゃ歌詞間違えちゃったっす今。恥ずかしい。で、普段自分がやってんのは、自分のバンドやってるのはちゃんとオリジナルを一応やってて、で自分で作ったオリジナルをこの間やっとバンドで発表することができたんですよ。ついこの間、ほんと10月10日くらいに下北沢ライブホリックって箱でできて、まあ嬉しいことにすごい大人数の企画だったから結構人も来てくれて、わあ自分も音楽続けていいんだなというか、まあ別に下手くそな演奏したしボロクソだったんですけど、ああこんな才能もないもないけど音楽やっていいんだなって気持ちになって、これからどん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 バンドとして活動していきたいので、その自分のオリジナルから一曲やります。今題名なんか適当に考えちゃったんでコズミックって名前になっちゃったんですけど、その曲をやりたいと思います。あー嬉しい、ありがとうございます。この集会場の人に乗って僕らはつなぐ生命さ、明日になったら忘れちゃうような奇跡を作るよ。このまま夜が明けないで、君が君のままでいれるならその方がいいでしょう。集会場の人に乗って僕らはつなぐ生命さ、大人が作るブラックホール、そんなものに飲まれないで。集会場の人に夜が明けないで、君が君のままでいれるならその方がいいでしょう。こんなんだからやっぱ才能もないし否定してくる人ばっかりだけど、それでも今ここにいる人たちは音楽がやりたくてやってる人たちばっかりじゃないですか。やりたくてどうしても諦められなくてやってるし、自分もそういう人がやっぱいっぱいいると思うんですよ。そういう人に届くようにこの曲は作ったんで、最後までお願いします。自分の世界もね、奴が今日も僕らの世界の邪魔をする、ふざけた態度をとってバカにして笑ってる。いつの日だろうかなりたいと願ったあの夢は、ならなきゃいけないものに変わっていったのは、変わってしまったのは、この集会場の人に乗って
で僕らはつなぐ生命さ、大人が作るブラックホール、そんなものに飲まれないで、集会場の塔に乗って、僕らはつなぐ生命さ、小さな光絶える前に僕らを見つけ出して、集会場の軌道に乗って、僕らが作る音楽があなたの音まで届いて離れないように離れないように。うわ、弾き語りでオリジナルやりたくねえ。これあと何分ですか？あと4分。なんかやった方がいいですか？最後1曲ある、一応さっき決まったのが1曲あるんですけど、やってやります。最後、さっき本当にさっきやってって言われた曲がバイバイハンドの方程式っていうすっごい大好きなバンドがいて、それの曲なんですけど、そのバンドの曲で、なんか似ちゃうな、ちょっと、あの子と宇宙に夢中な僕らっていう曲があって、さっき本当にもう出番始まる2分前くらいにやってって言われて、さっき決まった曲です。やります。やった、ごめんなさい。ただごと揺れてる急行電車も追いつきそうにないわ、合唱健康診断すっぽかしてタバコをふかしていました。何にもないなら舐めてかかんなよ、僕の頭では宇宙戦争が始まっているよ。戦争圏を抜け出して君に会う、いつまで経っても足りないのだ。あの閃光をくぐり抜け君に渡す、キスをしたい、まで高校の駄菓子屋でたまれるかな、味の悪い缶コーラ、ゆずきの二文字でことを済ますな、胸が張り裂けそうなんだ。飛ばし君に会う、いつまで経っても足りないのだ。あの戦場を飛えて君に渡せ、途中でちぎれた夢の中、あの子が見てたはずの夢がまた。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。始まってないけど
訳にもならないけど、見た後何にも残らないアクション映画も、電話をする僕の弱さも、でもほら夏だから、せっかくだから、どうせなら大げさに波風立てて、ややこしくしたいのだけど、このめまいは君からもらったのに、夏のせいじゃ嫌だよ。初めて人前で歌うのでめちゃめちゃ緊張してるんですけど、今日は横にすごいサポートの、ね、あのペーパームーンエンドロールのボーカル の横須賀新さんが、あのまさかねサポートのギターを引き受けてくれるということで、もう本当に恐れ多いんですけど、すごくありがたいなと持っているので、新田さんに拍手をお願いします。なんかペーパームーンエンドロール今 YouTube で企画してるみたいなんで、あのぜひ YouTube でペーパームーンエンドロールって調べて曲を聴いてみてください。よろしくお願いします。せっかくそんな新田さんが隣にいるということで、ペーパームーンエンドロールから1曲曲をお借りして代表曲を歌いたいと思います。生活の中でよろしくお願いします。そんな生活か、なら
日の憧れもいつか消えるなら君らはどうする、誰かに見つけてほしくて俺はここで生きているそうそうこの生活の最果てでいつか光を掴むまで歌うよ、また登るの君がそれを恐れるならそのまま目を閉じてその唇に熱を宿すの二人で夜を作ろう星も君に焼けない夜があるなら一人にしないよ君の涙を拭ってあげるから星も君が迎えるさを恐れるならずっとそばにいるよ僕がそうしたいんだ君は君のままでいて
次の曲で最後になるんですけど、ちょっと思い出のある曲なので、ちょっとなんか自分語りに付き合ってもらおうかなって思うんですけど、私普段はクラシック音楽をやってて、小さい頃からずっとピアノを弾いてきたんですけど、だからこういう風に人前で歌を歌うとか自分で曲を作るとかっていうのが今までやったこともなくて、しかも自分がまさかやるなんて思ってもなくて、まあそのきっかけっていうのが1年前の10月にここ川越ロトムで出会った一人のバンドマンがいるんですけど、なんかその人と一緒にいた期間っていうのがあって、まあ、自分もクラシックやってピアノ弾いてってやってる中で少しずつ音楽が嫌だなって思う時もあったし、ああもうやめちゃおうって思った時もあったし、なんかすごい音楽に苦しめられてた時間っていうのを、なんかその人と出会えたことによって、あ、やっぱ音楽って楽しいんだなって思える瞬間っていうのがすごく増えて、でその人に向けて書いた、まあ、個人的にはラブソングのつもりで書いたんですけど、でさっき歌った曲もオリジナルだったんですけど、その曲もそのバンドマンが歌ってる曲を聴かせてもらった時に自分で書いた曲で、明けない夜があるならっていう曲なんですけど、届くかどうかはもう分からないんですけど、届けばいいなと思って心を込めて歌います。聴いてください。背景バンドマンの君へ。私の赤いギターを弾いて歌ってくれたね。今でもあの曲はプレイリストに入っているんだよ。私のピアノがかすむほどに、かき消すほどに、君の声は遠く響いてたの覚えてるよ。君の歌が本当に好きだよ。あの涙は全部そうじゃ。
ほど弱くはないよ。
望む果てる恋人ごっこの夜に吐息あっと泣かせて悲しいくらいに感じた振りの吉原今日は雨偽りだらけの恋愛そして私を泣くのね悲しいくらいに感じた振りの吉原今日は雨あなた様どうか私を買っていただけないでしょうか咲き出す傘の群れに濡れる私は
明けにならないおまじない、流れ星は願いを叶えてくれない、もう一度君を見ていたら何か違ってたのかな、君は何を願っていたのかな、星ずっと君が笑えてるように、冬を越えた空に泣いた、どうか君に会えますように、星こんにちは。はじめましての方は、はじめまして、かがやさんまるって申します。かがやって呼んでください。本日はこの時間に私のステージを見に来てくださって本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。温かい拍手、こんな何本あっても、ね、困りませんからね。はい、お祭りということで今日はせっかくなので海さんにピアノを頼ん でどうしても三味線を1曲2曲やりたくてやりました。ちょっと、ね、緊張したので思ったよりうまく弾けなかったんですけど、普段津軽三味線の見る機会ってあんまり普通に暮らしててないと思うので、なんかその知るきっかけになればいいなと思って弾きました。かっこいいのでぜひ他の津軽三味線の音楽も聴いてみてください。ということで今日は海さんがバラードがね、こう綺麗なピアノが得意なのでバラードで今日はセットリストを残り組んでます。あと2曲ほどやらせていただくんですけど、その前にちょっとペラペラ喋らせていただきたいなと思いまして、私ステージにこうやって立たせていただくのが今日で2回目なんですけど、ロトムさんに声をかけていただいて本当にこのような機会をいただけてありがたいので、頑張らせていただきます。でそれに関連して明日もこの8周年記念イベントのライブ、アコースティックライブがあるんですけど、明日も、ありがたいことに出演させていただきます。明日はピアノで弾き語りでの出演となりますので、よろしければ皆さんお時間に余裕とかございましたら足を運んでいただいて、お時間ない方はぜひ YouTube で配信もしているのでそちらで見ていただければなと思います。でもう一つ宣伝ばっかりなんですけど、今月の10月26日の水曜日に、新しくロトムさんで始まるピアノズミックであってますよね、ピアノズミックというピアノのイベントが始まりますので、で私が弾き語りで出演するのと、海さんも潮彩というユニットで出演しますので、よろしければそちらもお時間結構ゆっくりめでの開催になりますので、よろしければ足を運んでいただければなと思います。はいね、結構ピアノを直前に頼んでしまって、私がすごい負担をかけてしまってるんですけど、2人ともすごいそのやりたい、ね、曲とか出し合っていろいろ試行錯誤して決めたので、よろしければあと2曲しっとり
お祭りにはあんまり合わないこう悲しい感じのナンバーなんですけど、しっとり聞いていっていただけたらなと思います。よろしければ加賀屋の SNS もチェックしていただけると、今後活動を増やしていくつもりなので、よろしければ各種 SNS で加賀屋さん丸と検索していただければ出てきますのでお願いします。告知ばっかりしました、すいません、口うるさくてね、本当にもうね。はい、じゃああと2曲ほど歌わせていただきます。歌って帰ります。なんかそれではあと2曲聴いていてください。今日はありがとうございました。残りも楽しんでってください。
とうございます。次で最後の曲になります。もしも私とあなたがという曲をやらせていただきます。お願いします。もしも私が寂しいと言えてたら、もしもあなたがあの日泣いてくれたら、もしもになんて意味がないことくらいわかってるんだよ、わかってるんだよ。ありがとうございました。かがやでした。
からない出てこない、出てこない、出てこない、出てこない。皆さん、ああ私はもう昼前から飲んでるんですよ。困っちゃったわ。ちょっとあの皆さん鼻についたら申し訳ないですけど、ちょっとミュージシャンっぽい行為させてもらいますね。これあのミュージシャン以外なかなかやらないですから、ね。まみおさんあのね、喋りながらやるの難しいですよ。まあ俺らぐらいになると。ってなって、あ、ここ A じゃねえや、 E だみたいなね。あ、すいませんね、ちょっと今からちょっとミュージシャンっぽさ隠していくんで。一口サイズにカットしてお口まで運んであげる、そんなライブをする気はないぜ。甘い言葉をあげる、ふわっと届けてあげる、そんな歌歌う気はないぜ。答えがあるのなら正解に興味はない。従うべきものは自分の心だけ。踊りたい世界に興味はない。
従うべきものは自分の心だけ。やめたいならやめればいいし、やりたいなら死ぬ気でやれよ。気に入らねえならさっさと帰れ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 。川越ロトムのテーマという曲でした。あそこのライブハウスすぐ帰れってから気をつけた方がいいぞってね。そんなことない。じゃあでもね、この時代に未だにお客様神様とか言ってるバカなやついるじゃないですか。でもほんとちょっと頭おかしいな。それはお店側がね、神様と思って接する分にはいいですけど、自分から俺神様みたいな感じで来てるってことで、それはちょっとと思ってね。あと俺頑張ってるもね、いや頑張ってるかどうか他人が決めるから、自分はできることをね一生懸命やればいいのかなと思って。だから俺らも、あ、俺ら頑張ってると思えたらちょっとやめる時かなと思ってます。もう日々やりたいことを。で、今年ポケット多分80本ちょっとぐらいライブやるんで、バンドとしては多分多いんですけど、俺のこうなったらいいなっていう目標が週5日ライブしたいなと思って、それと比べると、まあ、週末だけかよみたいな。あ、曲やる。そうですね、だらだら喋るとね、みんなが思う前に俺が自分で頑張ってねえなって分かっちゃうんで。私は歩く私の道を、私は歩く私のペースで、あるかもわからない未来に怯えずに、私は歩く私の道を。誰かが不幸になっても、私に幸せが来るわけじゃない。人の不幸が嬉しいほど寂しくないし、誰のせいにもできない。私決めた私の道。私は歩く私の道を、私は歩く
箱に足を取られずに私は歩く私の道を誰かが幸せになっても私の幸せが減るわけじゃない。人の幸せが妬ましいほど寂しくないし誰の手にもできない私の道自分で進むと決めた私の道確かにここにある今を大切に私は歩く私の道をありがとうございます。ミュージシャンっぽいですか。明日も俺ら出るんで今日言うとちょっとあれなんですけど俺お祭りの特にみこしあんま好きじゃないんですよそれはなんか、だいぶ昔におみこしこう、まあ、見に行ったっていうか多分通りこうかかってそうおみこしこうやってやってるちょっとおっさんがいたんですけどね。子供がその脇をチャリで通ってたら危ないよとか言うのかなと思ったら一気に蹴っ飛ばしてこいつと思ってでもなまあなんかそういうテンション上がっちゃってんだろうなと思ってでもまあ俺そっからねあんま好きじゃねえなと思ってで、まあ、そっからこう時間が経ってまあ今日こうやって出てねまあ前みこしいっぱいあれしてあ昔感じたようなイラつきやっぱちょっとだいぶなくなったのかなと思ってこうしたんですけどそこでね俺ら2人でタバコしたおじいちゃんがこう来てねタバコやめてもらっていいですかって子供たちが通るんでって言われてまたカッチンってきてはぁって俺らがね道端で吸ってんだったらわかるけどあんな端っこでねこうやって吸ってて子供がとか言うんだお前じゃあここ通らないと子供息止めさせろよと思ってであこういうこと言うからね俺は売れないんだろうけどいやでもそれは俺らタバコ吸ってる方の意見を通したいわけでもなくね向こうの意見はわからないわけでもないですけどそれはお互いまあ、子供たちもいるんでしょうけど俺らはねこうああいう隅っこでこう吸ってって、まあ、そこはちょっとお互いまあ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 ってしましょうよみたいなねそれ何事もやっぱそれがないと俺ちょっと成り立たないんじゃないかなと思ってでまあおみこし、まあ、年にここだと2回とかですかねなんかだからまあきっとね俺らもライブが年に2回だったらねちょっとそういうテンションになって子供が上がってきたら蹴っ飛ばすのかもしれないですけどいやだそこはちょっと違うよなって思いながら来たんでね明日そういうちょっとおみこしの人通るじゃないですか敵丸出しの視線でこうやってそこでタバコ吸ってやろうかなと思ってあじゃあロトムが評判悪くなっちゃうのかじゃあやめようでもこの子供たち何人これからねもうあと何年したらそうです何年かすったらタバコ吸ってねお前俺らがあの時タバコ我慢しちゃったのにどうなってんだって怒りたいです人んちの子だけどいいっすかこんな打ち上げみたいな空気にしたって打ち上げまあだからねあ今日本当にありがとうございますちょうど今ポケットがね来てくださいって言った人たちばっかになったんですけどいや俺ねもうこれでいいと思うんですよねまあ若い子たちには若い子たちの世界があってだけど俺もう結局皆さんこう初めましての瞬間があったじゃないですかその時に俺らは
君たちのねライブを見せてもらってで君たちは我々のねライブを見ていただいて、でそれで俺仲良くなったから、俺はやっぱこう人のライブを見てこうやってきたのは良かったなと思って、まあ見た中でいまいちだなと思う人ももちろんいますよ。そういう人は今もちろんね何も連絡も取れないし縁はこう繋がってないですけど、でやっぱあくまでも音楽やってる上での知り合いなんで、あこの人人としては最高にかっこいいけどライブクソだなと思ったら俺仲良くなりたくないし、で逆もしかりで、音楽めちゃくちゃかっこいいけど人ダセえなと思ったら付き合いたくないし、っていうかそもそもライブに出ますよね。やっぱライブかっこいい人は人もかっこいいし、人かっこいい人は必ずしもライブかっこいいわけじゃないかもしれないですけど、あのかっこいいけどめちゃくちゃ下手だよなみたいなね人ももちろん、まあ、俺らその類なんですけど、だそうなるとなかなかそうはいかないけど、だからまあ見たくないものは見る必要ないけど、せっかくだったらやっぱそうやって縁をつないでいけば、こういうおっさんチームとね若い子たちが一緒にやるイベントもっと楽しくなるのかなと。だそのためにはやっぱじゃ逆にね俺らも寄せていこうかなと思って、スマホを携帯って呼んでるようじゃさダメですよ俺ら。さっきもねあの三味線今時は携帯でチューニングするんですねっつって、そしたら携帯って通じるのかなって。ここで味道楽何でも丸く収まるね。よしじゃあ俺が生まれて初めて作った曲を。遅咲きのひまわり、咲かずに終わると思われて、日の光さえ遮られ、蜜蜂でさえ止まらない、日焼けした子供たち、宿題はまだ終わらない。咲かずに終わると思われた僕の姿はどうですか。わずかに注ぐ木漏れ日と遅咲きのひまわり、今咲き誇る花もいつか別れる、いつ咲き乱れるかの違いだけだよ。ハミングのとこ一番難しいんですよ一番最悪なごまかし方ですよね、歌詞とねってじゃなんかもうアコースティック俺は普段居酒屋でやってるんだよね、なんかちょっとなんかシャキッとしないね俺だけ、うん、そうか、じゃあコッペにはシャキッとしたウォッシュボードでちょっとはい La 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 la
なくてもきっとなんとなく納得できる。この世に起こるすべての出来事は偶然偶然なんだ。当たり前なんてない。ララ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 ラ未来に期待しない。この世に起こるすべての出来事と偶然出会えたすべてと向き合っていきたい。ララ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 ラあのね、弦切れた時にパッと持ってってくれたイケメン、素晴らしい。ああいう行動素晴らしいね。あ、大丈夫、あの今ここ入ってきてると後でいじめられない？そうだよ、あいつこう輪を乱して見に行ったぞみたいなね。ちょっとね、若者どういう感じなのか分かんないからね、なんかそういうで仲間外れになる世界ではない。大丈夫？ただね、仲間外れになってからが本当の勝負だから。そうすね、仲間外れになった自分を隠さず、俺ら仲間外れって言ってるとね、仲間外れの仲間がいっぱいできるから。そうしたらいつの間にか仲間外れじゃなくなってるっていう。だとにかく自分の俺らはこうだってやった方がそういう仲間はできやすいなと思います。でそれを一番しやすいのがライブハウスっていう場所なんだろうなと思います。で川越ロトム8周年で、俺らあのロトムが4周年って言ってるくらいからですかね、お世話になって、で毎月今イベントもやらせてもらって、なんていうんだろう、まあその皆さんもあると思うんですけど、自分たちのホームどこって聞かれた時に俺答えるのがちょっとロトムが恥ずかしいとかじゃないです、あのホームっていう場所を持ってるのが嫌 であっちこっち歌いに行ってるんですけど、もうね毎月イベントやらせてもらってって言ったらもうホームなのかなと。でまあやっぱそんでいろんなところからこうやって今日も来てくれてとかなると、俺らがホームっつってもね、あ、納得してもらえるようにね、これからどんどん川越ロトムあのスプレーとかで汚していこうかなと思って。あの2階ね、あんなおしゃれになってね、エッティポケットっぽくないよあれ。そうか、おしゃれじゃないの、おしゃれじゃないの、ちょっとずついきなりやると怒られる。その辺とりあえず3畳とかね、ポケット3畳ってまずスプレーで書いてちょっとずつやっていこうかな。ダサいね。すごいダサい。いやそれがパンクだから。でもそれを貫けばね、こういうダサい仲間がいっぱいできるから。音楽はかっこいいけど、多分人としてはダサいからここにいるんだと思うよ、この人たち。本当にそういう人たちと仲良くなれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。でそういう本当に場所をいつも提供してくれてる川越ロトも本当にありがとうございます。Thank you.
じゃあそういう感謝の気持ちを込めて最後に1曲やりたいと思います。マイクすいません本当にさっきからビヨンビヨンしてビヨンビヨンしてごめんなさい。じゃあまたどっかのライブハウスで会いましょう。ポケットでした。ありがとうございました。ライブハウスで会おう。日が暮れてみんな家路に着く頃、馴染めない俺らは向かうのさ。桃色あの向こう側、俺らの世界にはそれぞれの夢が溢れ出せる。ほら仲間が手を振っている。ここが唯一の馴染める場所さ。夢で虹色に輝くライブハウスで会おう。夢で虹色に輝くライブハウスで会おう。ライブハウスで会おう。ライブハウスで会おう。ありがとう。